いやどうも、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、実況プレイ始めていきたいと思います。パートが6になるのかな。前回ね、トラペッタから次の町リーサス村に向かっていくまでの道中をちょっと動画にさせていただきました。じゃあ入っていきましょうか。ここが次の町ですね。すごいよね、モバイル版でさ、ドラクエが全部できる、全部なのかな、9以外8までを一応全部できるようになってはいるんで。待て、お前たち何者だ。いや分かってるぞ、こんな時に村に来るってことはお前らも盗賊団の一味だな。マルク、こいつらをサーベルト兄ちゃんの仇だ。成敗するぞ。ガッテンポルク、いざ尋常に勝負。現れるけどね、全然勝てないんだよこの子ら怒られますよねそりゃ。よく見んかい、この早とちり目が。この方たちは旅のお方じゃろうが。いて勝てるわけないじゃん、こんだけの攻撃で泣くようじゃさ。もたち、ゼシカお嬢様から頼まれ事をしとっちゃんじゃろう。まったくフラフラしよって。あ、いけねそうだった。お叱りもらう前にさっさといかんか。すまねえ、すいませんね旅の方。あの子たちも悪い子じゃないんだけど、最近村に不幸があったもんで。ほうほう。おと、まあ詳しい話は村の者にでも聞くといいじゃろう。まあその不幸っていうのがね、またちょっと悲しいものなんですけど、じゃあちょっとお話を聞いていこうかしら。って言ってもさ、もう夜だからさ、人がいないんだよね。寝てるもんね。ちょっと一回じゃあ、間違えた。一回じゃあちょっと宿に泊まろうかな。今ね、ドラッグの11をやってるんだけど、めっちゃ走るの早いの。だからちょっと慣れないよねこのスピードだと、自分がね感覚的に。8ゴールド、高いよね。でも止まんないとさ、朝になんないからさ、情報収集ができないんだよね。じゃあちょっと探索していこうか。本棚もね、読んだ方がいいよみんな。町には昼の顔と夜の顔がある。同じ人物からでも、昼と夜で別々の話を聞けたりする。町の人々のちょっとした一言があなたの冒険の手がかりになることもあるだろう。そうなんですよ。だから極力ね、なんかやっぱりさ、ストーリー進めるのがやっぱり一つの目的なんだけど、早く進めようとしてバーってね行っちゃったりしたらさ、もったいないんだよね。ちょっと一回セーブさせてください一回セーブさせてください。だからちゃんと村の人の話も聞いたりして、はい、やることがおすすめです。ドラクエしてる人たちはね、情報収集大事だよ。ああちょっと、まさかこんなことになろうとは。残された奥様とゼシカお嬢様のお気持ちを考えると胸が、ちょっと待てよ、なんて言ってた最初。特にゼシカお嬢様は落ち込んでいらっしゃるでしょう。仲のいいご兄弟でしたから。ああ間違えた。アルバート家は先代が亡くなられて、長男のサーベルト兄さんが若くして家を継ぎになられたんですか。まさかこんなことになるとは。そう、お兄さんにね、なんかあったんですよ。サーベルトお坊ちゃんは家柄とかで威張ったりせず、自分から進んで村の用心棒をしてくれていたのさ。あんな人が、あんな人のいい優しい子が殺されちまうなんてね、言っちゃうんだね。そうなんですよ。ここのね、サーベルト兄さんっていう方が殺されちゃったんですよね。
え、ドルマゲソ知らないですね。さあ、あいにくですが聞いたこともありませんわ。まあ知らんよな。主人公の目的はさ、ドルマゲスを見つけることだから、正直ね、お兄ちゃん殺されたとかあんまり関係ないけど、でもまあストーリー的にいる話であるんです、村の名士アルバート家の跡取りであるサーベルト坊ちゃんが、東の塔で何者かに殺されたんだよ。オラはリーザス像を狙った盗賊の仕業と踏んでるんだよ。なんかさ、リーザス像ってさ、結構いいお宝だったよね。おや、あんたはさっきは子供たちが迷惑をかけたね。アルバート家の噂はどこかで聞いたかい？この村の、高台の家がアルバート家のお屋敷だよ。サーベルト坊ちゃんが亡くなって以来、奥様もジェシカお嬢様も家の中で塞ぎ込みっぱなしさ、気の毒でならんよ。そうだよね、だって家族亡くなってんだもんね。そりゃさ、そうだろうな。すいません、私は旅の商人です。西の関所を通ってこの村に来たのですが、関所が恐ろしい力でこじ開けられたように、壊されてまして、一体何があったんでしょうな。きっとドルマゲスの仕業なんですけど、バグすごい聖水を手に入れた。聞いてください、ついさっきお嬢、ジェシカお嬢様、飛ばしちゃった。あんな見るからにスケベそうなやつ。ほう、そういうことか。ジェシカお嬢様のフィアンセだなんて嘘だ、絶対に僕は信じないぞ。なんか変な人が言ったんですね。あー、そっか、ジャンプできないんだ。ドラクエ11はね、ジャンプもできるんですよ。結構便利だね。年に一度リーザス像の姿を見るのを、楽しみに今日まで長生きしておいたのに、こんなことじゃ毎年リーザス像をお祈りすることは無理じゃない。そうだよね、だってリーザス像の前で亡くなっちゃったんだもんね。私たちが東の塔に行くのは年に一度聖なる日だけ、その日以外は物が出るからね。聖なる日はまだ ずっと先だってのに、お父さんすっかり落ち込んじゃってさ。そうなんだ。ルーラって覚えてたっけ君。覚えてるね。じゃあもういらないんだよ、キメラの翼は。何もないと。じゃあちょっとアルバート家お邪魔します。すごい大きいお家だね。こちらはアルバート家のお屋敷です。ちょっと操作がしづらいんですよ。はい、こんにちは。以前はこの家に用心棒なんて必要なかったんですが、サーベルト様が、亡くなられてしまい、急に私が雇われることになりまして、まだ新米なわけです。そういうわけですから、お屋敷の中で、おかしな真似は絶対にしないでくださいね。なんでサーベルト兄さんがね殺されたかっていうのも後々分かってくるんで、まだまだ先ですけどね。あなたも旅をしてるな、素敵ね。私もメイドなんてやめて、気ままに旅が出て旅をしたいな。怒られるよね。この話を奥様に聞かれたら本当に。はいはいはい。ジェシカお嬢様のことあんまり好きじゃなかったっていうか、正直苦手だったのよ。あ、内緒の話ね。だって私たちメイドとはあまり仲良くしてくれないし、奥様といつも喧嘩ばかりしてるし。でも今は同情してるわ。だってジェシカお嬢様が本当に懐いていたのは兄であるサーブレット兄様、サーブレット様だけのものが亡くなっちゃったんだもんね。そりゃね。でもジェシカって結構不愛想な人なんだね。知らなかったわ。東の塔の扉はこの村のものにしか開けられない秘密があるんだよ。なのに、塔の扉が開いていたもんで、サーベルト坊ちゃんは中の様子を見に一人で東の塔に行ったんです。そこに何者かに狙われ畜生。あ、そうだったんだ。え、喧嘩の内容がよくわからないけど、確か仇がどうのこうのって言ってたね。ちょっと待ってよ。派手な。お母さんとジェシカが喧嘩をしてたってことね。仇がどうちゃらって言ってたからさ、きっとさ、塔に行
ってんじゃないかな。ちょっとそろそろ切らないと容量がねパンパンになっちゃうから。まあこんなもんかな。街の探索とかはさ、もう後々やめていくと思うよ、動画にするのは。だってこれだけで10分とかかかっちゃうからね。街の探索だけでさ終わっちゃうもんね。こいつか、サル大国の、大臣の子孫にしてゼシカのフィアンセでもある。そうさ、それが僕さ。今日は兄さんを失ったゼシカを慰めに来たんだから、ここで思わぬ恋の障害に突き当たってさ、部屋の前で子供たちが当選簿していてね、いつの日か恋路というのは厳しいものだね。君には無理だろゼシカは。じゃあちょっとここで終わります。ここからねちょっとまたイベントが発生してくるんで、今日は一旦ここで終了します。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。